ま、ここ中にこう巻くの全部入れるだけ。そうか、それがこのポール立てるところを掘るか、5センチぐらい。ポールを低くすればいい話だからさ。そうだね、うん、これ俺は車はもう、もうビタッと、もうペグでビタッとくっつけちゃってやってるんですけど、うん、この縫い目、これちょうどね、ペグ打てるようになってるから。プルさんの動画であるこれね、パンダの、うん、スカート、この色でやってるけどね、うん、この色でくっつけたね、うん、これか。で、下にチェーン入れてさ、チェーン、チェーンってあの、なんていうの、ゴツゴツのチェーンじゃなくて、なんていうの、鎖っていうかちょっとした重しになるように、そうするとほらパタパタならないから。ボール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 ボーたまったかと今のうちに長さ測る。プールを測るとどうしてんだろう。まずあれがいいって言ってた、電気屋さんが使うローラーの絵、伸縮するやつあるんだって。それに多分15の水道管のビニールの水道管のエルト多分長さ調整できる。でもさ、今思ったのでしょ、ポールを取り出すっていうか、そしてこっぺりで取り出す。こっぺりこれが長いじゃん、そうそう、これ長いじゃん、そうそう、ここまでやってます。あ、あ、長さ上がるの。ヨセ君何やってんの、さっきから何やってんの。悪かったね、3時まで。焦ったわ。でもあれダメだよ。だからあれは笑った。日本酒重いんだわ。なんか電話かかる人に、ゆうすけくんからカランクってしてるから、なんか落としたんじゃないって。喋ったっけ。静かに置いたんだけど。カラン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 落としたっけよって。石置けばいいんだ。何？ポールの下に石置けばいいんだ。ここで何テイクダウンし始めなの？え？あ、じゃあもう一個、もう一個。ゴミ捨て場の前でテイクダウンし始めて。え、切りすぎたのショックだな。また買ってくればいいんだ、コマ。で、ここ？で、ここ。で、ここ？で、ヨースケ君とかもテイクダウンできるの？家。できない。
細身だんがだんが。切りすぎたんだって。ちょっと残してるよ。自分量。やっとね、よくこれでも冬しのげるよ。そうそう、完成しました。陽介くんの。あとこれあと真ん中切って、うん、あれでつなげる。いいのこのまま。ちょっと羽子のタイプでしょ。では俺。いいよ、俺ポーランドに行くぞ。あとここちょっと前に行く。おめでとう、おめでとう。かわいいだし、テントも。